と日本に戻ったのか。踊りてる戦士たち、ここまで高津に嘘する乙女、あえてを蹴散らして剣を示すのだ。走れ高速の平行射撃弾、今回メッセ的にはこうなったけど大丈夫かな。今回のメッセはこうなりましたよと。大丈夫です。折れてる人もいない。いざ立ち上がれ、涙吹き込みの準備はできた。しばらの道さえ、タヌキが送ってこないんだけど大丈夫か。プレゼントコールないじゃん。それじゃあちょうどいいね。始めようか。今のメンバいいな、この帽子投げんのすげえいいよな。しちゃうもんね。いや、どうでもいいよ。桜大戦さんのオプが良くない？スリーすごいいいね。うん、スリーすごいよ。スリーは本当にいいけど、ワンとツーのがいい。はさま、おいのはこけや。大丈夫かね、今回こんだっけ。アマテラスさんかっこいいね。抜けてる人とかいない？一応チェックしてね。大丈夫？お兄たまはコツ。来週は参加しようって思うと来週になっててループ。大丈夫？じゃあもうこれで損する。あれは金がけまくった結果やろ。トーナメントユーリスト、アマテラスにさん付けしてしまうケモナーのマジ基地であった。これ見えないな絶対。はい、はい、今回こんだけやったんだけど、いつもなんか一回ポンって押して、今週はテリーで忙しいから不参加。一回ポンって押して、細工した結果発表。まだ結果発表しない。これからボタンを押すんだけど、もう今回はゼロなんだが、わら。オオカミってアマテラスに今日行くしてんのかよ、わら。三回押して、三回目のルーレットでトーナメント表にする。これいつも一回だけど、今回三回ね。お兄たまいないか。あ、俺いないわ、よく考えたら。マジ基地の教育だからな。俺よく考えた、俺いないわ。まあいいか、別にいなくても。3回も仕込みで。いなくてもいいやもん。いいでしょ、俺もう。いらないでしょ。入れとこうぜ。え？もうええやん、びっくりしたわ。だ俺一番下ね。エントリーが21。お兄たまも参加しろよ。で、この流れも仕込み、参加しろよ。アルカプス移体してきたか。こうなって、こうなってるから。3回ってのは乱数調整か。なるほど。ここが折れねえじゃん。松本ひとし、お兄様は奇跡を起こす。エンシェント、ね、ワン、参加しなかったら魔法使う。だこれで、この、トーナメント表の方に、3回押して、変えていくね。1回目。まあ、これでも別に俺は1個に構わんけど、2回目。3回目。じゃあこれで。うわ、シード選んだ。いや、シードじゃないで俺。仕込み？仕込みじゃない。どうやって仕込むんだよ。最初の方か。そういうブック。俺なら仕込む。強く何度も。いつもの仕込み。お、
もう一発目の組み合わせが決まったね。じゃあここからはじゃあ読んで、アーシアの八百長について相談したいんだが、自動で全部入らないのか。優勝したら仕込み。ヤオピア。早速じゃあ決まった、ここから呼んでいこうかな。クロショードさんと、貴様さきさんと、クロショード、あれクロショードさんがいない。ログインしないのか。あー、送ってもらってないのかな。送ってもらってないな。もう自分で手で送るか。何？クロショードがいない。え？自分で ID を消された？消されてないよ。あの、大会用 ID だから、普通のやつじゃないで。それでかな。こっち大会用 ID だから。そうだったのか。フレンドとかいじってないです。オッケー。じゃあトーナメント表をさらに埋めていこうかな。一瞬へこんじゃったぜ、わら。大会用の ID だから一切いじってないからね、こっちの方は。いじらんし。わっと、リオーツカーレイ今聞いたよ。2回目の来訪。ここも埋まりそうだな。お兄たま、そろそろ優勝してよ。ここも呼ぼうか、ここも。本赤は消してるんでしょう。あ、じゃあ黒潮さんとかやろうか。あ、ちょっと感染だけつけようと。ワニエンタムいないの。いないよ。え、一番。一番だね。わら。一番一番。ほら、ここだもん。ゼロ回線だから。やってくれていいで。ワニエンタムーゲおったか。抽選を開いて。売ってないよ。画面サイズが狂ってる。ワニエンタムも競り合ってるんか。3DS 持ってないよ。ブリエンタム？主催者の責任。サブアカでクリアし始めてほしいわ。OK、できた。いい？初回から使い成人が2人も。お兄様が弾かれる。ハズ頭ってやつ明らかにサブアカだろ。うるせえよ。しかもアメリカアカだもんね。日本アカじゃねえし。俺はいつも通りお菓子を食べながら、今日のお菓子をあげまる。うわぁ、ブクスガイ参加してるの？シロクオさん乗ってるね。ハゼア様とか、自分で様つけて恥ずかしくないの？イカ役、カラムーチョうまいっすよ。ラグってる？うん。サッカーはどうなってるのかね。ラグいのは昔から。
主席。最近プレイステーションネットワークラグ気がする。スクラル集めたの申し込み。もう4-0でございます。ハーサイはスクラル人からバイト代もらってるからな。ゆっくり中身ってあんこが入ってるんだってね。サッカーはミンティア、アーシアくらいにダイヤさついたよ、わら。サッカー4-0で日本勝ってるよ。そろそろスクラル回転が欲しい。スクラルマグニどうなの？わかんない。俺の揚げ一番食べるかゴリボーイ。あーうめえ。僕は綺麗なハピバ。あーグー投げうまかった。殴った拾えてるし、なんか綺麗に脇だったな。ディスラプターしたら寝て食らうイメージ。Humanity disgusts me. だってバイオさんってらい。明日大阪でアンダーナイトインバースの出てがあるらしい。完全に忘れてたわ。開発期間長すぎるよあれ。自分でトーナメント表見てすごい面白いな。アンダーナイトはキャラが。ちなみに次のヤグカテアサマとカインヤのせいだよ。ああ間違ったな。こうして見るとスクラル結構通ったかいな。団体でも割と減る。なんでや、オリエさんかわいいやろ。対空ガンマチャージって判定見たら胴体まで攻撃判定あった。あ、生き残った。ハルクだからしゃあない。これスクラルの方様はアンダーナイトでカノン選手目指すんでしょぼこりか。カノン選手目指すんだ。あれ今のってあれまずくね。これえらいことだった、えらいことだった。やっちゃったけ、視聴現象。あ、でもまだわからん。この後は作られるか。あー、うまかった。死ぬこれ。はいはる。嘘つけや。わらわら。グダグダ。おお。わらわら。アーマーの使いどころがシャープ。ハルク殴る。ハルク強い。なんかいろいろ珍しいものを見た。こんな感じになりました。
なんだこれ、わら。あ、始まった。おい。あ。まあいいや、適当に消化して、その間ね、こっち。ごめん。次がここだね、ここ。北海道でアルカプオフしてーなー、主催者へ。北海道でアルカプオフできるだろ、北海道勢結構いるやん。もうこればかりは主催者もどうしようもない。早く終わってもらうしかない。ここで、その次がもうここを呼び出すと思う。ヒデさんの殿様。で、ここももう近くで呼んでしまおうかな。名剣は下まで見たいです。夕張でお迎えしよう、提案。北海道広いから大変そうだな、わら。121、おこなしちゃうよ、おこなしちゃうよ。夕張でおっかいなんかしたら、メロンばっか食うわ。夕張は、あっせむと、を覚えました。夜大バカじゃないと松本ひとしが怒る。ブタキングの近くでやったら、他芸の格ゲー勢も釣れんで、わら。北海道は自家用しかがないと交通不便らしいな。お兄玉車の件についてなんだけど、札幌には俺がいるよ、いるよ。北海道結構いるよな、ゆうたって。次ここもじゃあ呼ぼうかな。牧場が多いのがいい。自分で田舎って言ったらもんだろ、それ。ヒデさんと殿様。北海道は普通にいるんじゃないだろうか。広いしな。何があって。さあ、このめんどくさいキャラにタヌキさんは戦えるのかね。負けたらスカイプかなんかで言い訳してもええで。多分向こうでも配信してると思うけど。タヌキさんがスカーになってる。アタッカーラ君か。奈良の徳川村でお使いしない。あやふみとウイントとカキミンがオッズ対戦できるとは。あ、なんかテクイ、なんかテクイ、わからんけどテクイ。場所とかどうしよう、相変わらずのインドフォン。なんか知らんけどこのパーティーの子もうまいぞ。これ多分相当練習したな。 URL 省略ボックス、いかなくテクイ、わらわら。すごい安定感、わら。間違えた、ごめん。すごいチタンのところ、チタンのところは知ってるけど。あ、許す。アルカプが始まったぞー。タヌキバージルやめたんか。はい、しょうもないことした。はい、しょうもないことした。殺されてまい。殺されてまい。いらんことを、わらわら。何やってんだ、わらわら。たぬきさん、わらわら。なんだそれ、わら。やらかった。砂箱に使うやつは人間のクズ。あ、死んだ。それでもギリギリ死んだ。わこ、クズが見えた。イージマタキヤハ、やっぱ俺は狂っただね。クリス対策知らないかん。俺も知らないね、言うても。メシジマだかあるなー。正直クリスは
はインナーフォー投げられるだけで辛いんですが。わかる。これめんどくさい。クリスは投げに気をつけることくらいしか知らない。クリスよりクリマルマルスの方が好きやで。わら、お兄様 SRB の帰り車をお願いしたいんやけど。クリマルマルス難聴、マジなので遊びたいに減ったぞ。クリスってコマ投げあったの？クリゴモジの話はやめや。お兄様クリスマスやで、ケーキとかうまいやん。わら、カーギャナメプだろ、わらわら。チームエリアルするやつは人間のクズ。チームエリアルするやつは人間のクズ。チームエリアルするやつは人間のクズ。ゴリラ系やライブマ、ダリウカ。チームエリアルするやつは人間のクズ。カーペア、わらわら。崩しがないから投げ振ってくるイメージクリス。セーフ。いいよ。カルケア、そのままこの腕は狂ったボコって前。あるで。神対決。ざまーざまあかぶと割り、ざまあかぶと割り、アルカスを象徴する一撃だった。お兄様の初戦の相手は？次もその調子でいいぞ。ケンさん。仕込みかよ。仕込むんだったらもう綺麗に仕込むけど。ファイトダウン。ケンさんはお兄様の上位互換なんだから勝てるわけないで。お兄様の初戦はダウンタウンおじさえむ。お兄様誰と当たったら仕込みと言われなくなるん。わからん。俺ケンさんだなってだいぶきついんやけど。仕込みどころかもそう。一番きつい相手に当たったぐらいだ。マスを取ったし、ニコに応援するやつは人間のクズ。どうせ負けるからきついとこにしたって仕込みやろ。ケイさんいつの間にか試合数めっちゃ増えててビビった。うわ、やりたいだけだろこいつ絶対。ゴミ野郎やな。クズ、
controls everything. 待ってるだけ。クズ。じゃあ。クズ。次、ここ行こうか。X ファクターからの気をつけ、タヌキッチ。今のうちに敗者復活戦とか言っとかないで大丈夫？ゴミ野郎だね。ここをやって、ここだね、ヒデさんとトノ様やって、その下のソルさんと、ソルさんと送っておこう。対戦相手の人切れてええで。ちぎれたけど。お兄たまもやってるよね。やってるよ。エルトープさん対戦ありがとうございました。うざ。アースケア、イージマタキア派人間のクズ。そんなことよりミニ四駆やろうぜ。ミニ四駆やろうぜ。なんならイージマタキアのコミュニティを違反通報してもいい。タヌキブスブクス大日体だな、わらわら。あ、トノ様なんかあれらしいね。シュマチームを練習してるとかって言ってたけど、そんなチームやるの？リアルミニ4買ったの？まだ買ってない。ミニ F1 の使用はありですか？ミニ F1 って何だ？疑惑取るでも仕事。ミニ 4? スピッド足だと。トノ様と昨日戦ったけどボコられました。トノ様けもいなぁ。けもいなぁ。お兄様のマイカーとミニ四駆をぶつける配信はよ。トノ様はシュマイケルらしいね。ああ。あ、うまい。今日本で一番うまいシマグラスだ。スーパー1チャージは折れやすい。むしろ受けない役員よ。ウェブカメラでチャージを骨抜きにする配信まだ？日本で一番うまいやろ、このシマグラス。発見。お前のスーパー1シャーシのバンパーの肉抜きのとこ売っといたか、イカ役、すげえな。なんだこれ？まずシュマ自体がいないって、それ一番言われてるから、全1シュマある、8人ねややし俺このままいてもいける？別にいいよ別に。配信したかったら配信してくれてもいい、これ構わんね。スターライコーが入らないから島に売り、がっかり言うたぬきさん。別にいいよ、配信したかったら。全然一向に。オルメンさんとかいるけどね。あ、そうか、オルメンさんがいるのか。結構他にもすごい島使いるよね。オルメンさんがオルメンさん。オルメンさんも強いな。かなり、多いの。水は。落ち込む。シュマの見えるのよ、ウェブだって。ひらがなゴツであってや、トノ様さんこのシフトだとスピット足なのか。そういえばスヌーは使ってなかったっけ。よく行くね。しかしトノ様のそのチームやりたくねえな、くらい反省が嫌すぎる。ひで。よネクナ乗ってこえるじゃね。ひでってトノ様なの。おっけや、普通より2メートルが優秀な気がする。殿様、おっけや、殿様の方だよ。
わこ。ボクシーで。わっとリオーツカーレイ今聞いたよ。あれ？誰が来てないの？波動おじさんやめちくり。わこけや。いいっす。わこけや。わこけや。ひらがなごつではこけや。久しぶりに東進ハイスクールの CM 見たら、つまらなかったでござ。早く、カタカナ2つでくず。いつ見たの？今でしょ。今でしょって言ってなかった。漢字一文字でくず。上手すぎる。わこけや。この技なんとかならんかね。ちょっとやりようがあると思う。なんだこのうまい島。ポイン、ありがとうございました。いい体勢になったな今のは、両者ともに。じゃあ次ここ行こうか。ポインケア。ここも呼ぼう。無理やり爆発剣。フラ君来てる。八つ赤さんとナイスボーイ。ナイスボーイとか。ナイスボーイやった。八つ赤さん、八つ赤さんがいない。あれ？今日何人？15ぐらい。あ、じゃあ15じゃねえや。20、21。殿様は一番負け越してる相手だから怖いな。21は15を覚えました。お兄たま今のうちに言い訳考えとかないと。中央、ブラックジャック、寒いキャラだな。この人対戦会の動画上げてる人？ 21 を忘れました。そうかな、多分21ズマ見てるか。上げてるってくれてると思う。ジャージさん、いいやり。ジャージさん、
ああ、わかった。21人なの25って言ったのは上下逆さまなん、以下役。21は、ドミを覚えました。珍しいチームだからよく覚えてる。ドリ。21。ミサンガガー決めてるところ初めて見た。お兄様はロリ。ハーサイロリなの？違うと思うけどな。そうだよ。ギャグさん、はい、なるほど。幻影アーマーギャグさん、おースーパーアーマー忘れてたな、わらわら。そんな投稿だねー。誰だって忘れる、俺だって忘れる。あまり忘れない。俺なら耐える。強く何度も。完全に忘れてた。わら。エンシェント、ワンを覚えてないことだろう。お前は今まで食べたパンの枚数を覚えているのか？お兄様ならアーマーに暴発する。最近すね毛が濃くなりました。3枚、もんじゃ無理だったな。57、今のうちに受講しとけ、はかどるぞ。おい、今なんで鳴ったした、わら。わ、こちゃー。証拠は揃った。助けて王様。チームエリアルを倒すさよー。チームエリアルするやつは人間のクズ。あ、やばい。俺の目でかいよ、ゴロン。なんだ今の。ボコスか。おー、裁判のつもり。じゃあ次ここ行こうか。な、上の方も読んでいこう。このチームで勝ち上がるとは。アグさん、
迷いちゃんからガーフミスじゃないの。裁判で裏表変化？じゃあ、赤さんとナイスボーイ行こうか。ここだね。ファクターしたのにー。クルガさん対戦ありがとうございます。いか役。裏回りだちエッチ裁判、予定だった。予定は未定だな。この対戦もなかなか面白そうよ。グッサンさん対戦ありがとうございました。ハーさん、さっき自分でうまいこと言ったと思ってるでしょ。1000万点。ルクスさん、最近放送しないけどどうしたいだろう。いや、今あれでしょ、出張かどっかで東京行ってるじゃん。でもそのセリフよく聞くよね。ケガの時来週グキスさんとこ参加させてもらいますねって言った。いかなく。諦めろん。ルクスさんは出張かそこらで7月まで配信できないとか言ってなか。いかやく。バージルデフォーの相手とかきつすぎ。諦めろねボル。仕事の都合で。違った、反対だった。わら、さすが陳女のいいとこ出たな。お兄様も仕事しろよ。仕事してるよ今。ドラクエモンスターっていう仕事しながら見てるから。ラス1陳女も結構なもんだよな。明日あれなんだよね、あのアビオンで。お兄様の仕事は配信。あのアンダーナイトインバースのロケテだから。アベンジャーズもなかなか強いな。朝から仕事はゲームを覚えました。この陳女全域かな。ナンバでゲームしないと。先週確かギルティのロケテでなんか夜寝ずに行ったら途中で気持ち悪くなって帰ったんだよな。明日は、今日はちゃんと晩寝よ。神田系神妙なめんなや。ダルシムホークとかタックさんのホークとか強いよ。アンダーなんとかもラジラジだったらやばいよね。人狼すぎてワロターブエオン。あーやばかったね、ギルティは本当に。関西 D のアーチャー使いがインバネ当てに来るんかな。わら、海ロケて配信しちゃうか。インパネ当てに見えた。エンセントワンをロケてに来ることだろう。
天然とワンヒマジンだな。わら、冬って言ったろう？冬じゃなかったっけ？あ、でも今のケチャラったらもっと早いか。ちなみに、キューバじゃなくてインパラ東京ディズニーランドに行く？いかなく、エンチェント、ワンがロケでするまでもない、もんで十分だ。エンチェントワン、暇じゃないワン。まだキャラ全員完成してないみたいだけど、次に間に合うのかな。うわー、やらかした。今のガード偉いな。うおお。と流行るやん。おしっこ漏れそうな試合だったね。ウェスカーのいいとこも出たな。に、ニコボーイ。というか漏らしたからね。本来はもっとサクッと曲げれたからな。クソはアップ。相手の真後ろの上から出てくるってすごい技だよな、考えてみりゃ。安墓さんのチームウェスカー2人もいる。幻影剣っていう対応が貧しいからね。あとモードック、アレコスで3人か。あー、残った。なかなか流れるような補正切り。じゃあ次ここ行こうか。残念。ここだけど、ここもじゃあキャップはなんで海外ランクだと低いんですかね。使ってる人がいないからだろう。クロスショードさんとカズヤさんを呼ぼう。ニコボーイのスタイル好きだ。海外だと立て投げた瞬間にウェブダで潜られてやられそう。ニコボーイをアメリカに送ろう。提案。ルート失いだろ。じゃあお前30万出して、俺10円出すから。海外は熱帯環境微妙だから評価されるキャラ変なレポー。OOP。鬼玉が出せば問題ない。わこ、今日は何人くらいいるの？今20人ちょっとかな。ニコボーイあれだかな、先週の。今回ないキャラは評価適当になるよね。先月の FRB、あの、夜勤で家帰ったかな。左のチーム強すぎやん。バリテク今の。すげえ今の。狙ったのかな。なんだ今の。何今の。
番素晴らしい。うわ、なんかパーフェクトで出方が異常にかっこよかった。 P FRB エントリー今日からだっけ。今日 P FRB のエントリー今日からだね。まあ俺エントリー漏れたらいかないだけだし。マジクエナー博士の事務再生保証ものけぞりも優秀すげや。今の演出かっけー。参加したいけど毎回都合合わんわ。この一つよよよよよよよ、同じチームでもお兄様とは大違い。だからアルカプは日本のがレベル高いって言ってるだろうが、FRB いつなん ?23 じゃなかったっけ確か。エントリーは今日からだね。今日の9時からだっけ。エントリー漏れとかあるの？ありえるよ、だって。今日中にやらんとまずい。ゲームやめよう、提案、明日。今日中にやらんとまずいで。63人だから今回は。人数ちゃんと決まってるから。後々入るとかできないから。東京戦だからちゃんとその辺してるで今回は。キップ出るだっけ？そうそう、キップ出るから。キップある今回は多分埋まるよね。埋まる、多分。投擲予選ってきっちり行ってるしな。だからもう行く人は本当に今日中に登録した方がいいです。でも俺車出すから一緒に行きたい人は行ってくれたら車乗ってもいいし。逆に俺、車乗るってなって、出してなってさ、俺だけとかだからどうしようかなってずっと思ってんだけど。お前いいわ。大会じゃないで参加するパターンもね、まだお、エントリー自体はまだでしたよね。いつから？9時から出したら出さないんでしょ？今回は投擲予選って前回も予選だったじゃないですか。奈良に回してくれます？お兄様が漏れたら笑う。お尻貸してもらえますか？車乗りたいの。漏れる、妊娠。奈良か、奈良は遠いな。乗りたい、乗れてや。まだ何とも決めてないけど。まず俺が漏れないか漏れないかの問題があるからな。俺が漏れたらいかんの。じゃあ俺も車乗りたいわ。通り道だから行けんことないんじゃね。降りんといかんだろ、高速を。奈良を降りるためだけに。それはまあ西名阪から行けば降りれるけど、奈良は通るけど。今ってさ、西名阪から行くが近いのかな、阪神高速から行くが近いのかな、東京って。西名阪から伊勢道に行った方が多分早いと思うんだけど、どうなんだろう今。伊勢道ができて、だいぶ早くなったからな。愛されたで。さっきのマグミの倒した後の引き寄せって何かのネタだよね。そう、引き寄せることで逆から相手が出現できるんだ。静岡通るでしょ。逆から出てくる。静岡通るけど降りねえよ。たくまさんの勝ち。じゃあ次ここ行こうか。その次のここも呼ぼう。たぬきはもうこの部屋にいるもんね。東京通るでしょ。ヘリで行きましょう。逆から出てくるのか。なるほど。なんでだよ、わら。あ、ここもじゃあ、なんでって、そら降りないだろう。VX とスターも呼んでおこうかな。あれ、動かん。横浜通ります。横浜通る、けど降りない。当たり前だろ。東京通らんの。通るてか、通りすらしないだろ。次がかぶやさんと P は受けた。あ、そうだね、ここだ。やっていいよ。対戦ありがとう。まあ乗りたいは人は大阪まで来いってことね。東京通るなら乗せてもらうのワンチャンあったかな。すっとぼ、いかやく車乗せてほしいんだけど。確かに静岡降りないもん。降りたらそれだけで4000近くかかるんだね。車内配信してくれます。車内配信すると思う。だって朝まで片道、お母さん車乗せてよ。片道だって5時間ぐらいかかるでしょ。その間だって地上かならすっとこれそうじゃね。 FRB 行かないけど乗せてくれます。払います。道中気をつけてね。目払いそうだ。静岡とかだったら電車で来るんじゃねえの。わかんねえんだけど。
チア乗りたいの？お兄様に乗りたいだって？あいつでも狙っているぜ、乗り。事故率 50% だけど乗りたいの？お兄様はどうなった？ライディングがスライディング。明日のアンダーナイトインバートのロケで楽しみだな。せやな。メルブラとは結構ゲーム性違うみたいね。ドットパックの格ゲー買う？ドットパック自体知らないから多分買わないと思う。 FRB の車、いつ関西出ていつ帰ってくるんです？金曜日の晩出て日曜日の午前中に帰ってこようかなと思ってる。だから FRB 終わったらもうその足で帰ろうかなと思ってる。いや、なんだっけ、深夜料金で帰りたいから。じゃないと金かかるし。ドットハック面白いで、せこい。ほんまに同情させてもらえるんです？ドットハック配信派よ。大阪の人だったら別に。よく言えば賢い。ただ多分集合場所がもしかしたら俺の地元になるかもしれんけど。登場するなら金をくれってか。今の子ってさ、家なき子とか、今の子ってさ、家なき子知らないんじゃないの？ふと思ったんやけど、知ってる？今高校生ぐらいの子って。地元どこなの？神すぎる。地元ってどこっすか？俺は地元はね、南の方なの。知らないんじゃないか。またその辺は多分ツイッターかなんかで買うけど。中島みゆきが主題歌だったね。高校生は知らないと思う。20だけど知ってる。知ってるわけない。実際に見たことはないけどセリフは知ってる。フレーズだけ一人歩き。いやさ、俺そこなら知ってる。思ったんだよ。は知らないんじゃね。よく聞いてなかったんだけど何の話いいよ。バトエンとかってさ、今の子供って知らないんじゃないの？バトエン知ってる？コロコロコロ、あれまだあるらしいよ。知ってるんじゃない？それは知らないだろうな。子供の定義によるバトケシオッチアなのだ。あ、じゃあ次は行こう。すぐに次は来る。ドラクエのバトル鉛筆は知ってる。定規でバトルしてるくらいだから知ってるんじゃ。オッチャー、ポケモンの集めてた周りはドラクエのが流行ってた。竜王とかのすげえ太いんだよね。オッチャー、今のヤングはカセットテープ知らんのやろ？小3の頃に出た気が。黒潮さんありがとうございました。オッチャー、バトエンパクられてやめたなー。